滋賀県立玉川高等学校は滋賀県草津市の字東3丁目に所在する公立の高等学校。本校は1981年に県下の新設高校の一つとして開校した。校訓は自立、友愛、新種、高い進学率が特色であり、カリキュラムも基本的に進学を前提としている。1981年滋賀県議会。 厚正文教上任委員会により、本校の設立を承認した、1982年、県教育委員会に、新設高等学校開校準備室を設置し、開校事務を開始した、同年の8月、草津市の自庁に、敷地5万4401平方メートルの本校用地を買収し、翌年、校舎が竣工した。校舎の建設が遅れたため、 湖南農業高校の旧校舎を借りて開校を迎えた。1983年、第1期建築工事が完成、引き渡しを受けて仮校舎より移転。また、制服はに学期の新校舎移転時まで統一されておらず、大半の生徒は出身中学校の制服を着て1学期を過ごした。このため、入学式の集合写真では、 出身中学校ごとに異なる制服を着ている。1983年4月、校舎が竣工し、奥井善造が前提ロータリーに、航訓石碑を寄贈した。航訓石碑作曲は、東京キリスト人学校の音楽歌手人の天田繋ぎ、作詞は南洋氏が行っている。大海の翌朝爽やかに湖面を渡る風晴れて希望、溢れる和高度が、英知の瞳交わしつつ、 真理を求めつどや、うわが学び者こそ、玉川高校の字の玉川白萩の昔をしのぶ夢、秘めて理想に生きる和コードが、友愛の手を結びつつ心明るく励み合う。我が学び者こそ、玉川高校科学の丘に並び立つ白亜の功労。仰ぎ見て、未来を開く和コードが力と技術を磨きつつ、明日への道を築きや、 ウアガ学び者こそ、玉川高校特色豊かな数多くの部活動が存在し、2011年度には、囲碁将棋部、空手道部、フェンシング部が全国大会出場を達成している。単育部分科部、ありがとうございます。